ねずっちです。窃盗容疑でね、捕まった元巨人の柿沢容疑者の事件ね、本当にびっくりしましたけどね、他の選手の道具をね、盗んで、転売してたと言うんですけどもね、ちょっと言語道断ですよね。野球選手が盗んでいいのはね、塁だけですからね。でね、他の記事に書いてあったんですけどね、楽天時代のニックネームがルパンだったっていうね、ちょっとシャレになんないなと思ってね。でもルパンってあだ名はね、ピッチャー限定ですよ。だってそうでしょ、ピッチャーだったら回答があるってね。ねずっちです。ではまた。